見せたことがなかったので。ああそうなんですか。そうなんですよ、あのこういうのが出ますよみたいな話はしてましたけ ど、 実際出来上がってから現物を見せたお見せしたことはなかったんで、これはちょっとどういう中身とか、もがさんあのお渡ししましたが、はい、ご覧いただけたでしょうか。あ、見ました。いかがでしたか。いやでもやっぱりセラピストを目指してるわけじゃないけど、あのディスクワンって結構いろんなアドバイスをしてくださって、はい、それはすごい勉強になりました。嬉しいですね。結構宣伝の仕方とか、うん、やっぱりあの YouTube 動画とかいろいろアピールしても、うん、やっぱ受け皿がないと、うん、やっぱその場で興味を持っても離れてっちゃう。本当それあります。すごいそれが、うん、あなるほどなと思って、うんうんうん、ありがとうございます。マインド編と、うん、まあ、実技編と、うん、まあ、経営編みたいな感じで、この 3枚あるんですね。3、2、1で、うん、セラピストとしてやっていく上で大事な心構えと、接客だったりとか指針ですね、あのお客様がどういう寝方をしてるかで体の凝りをある程度推測する方法とか、どういう気持ちでどういう狙いでやっていくと効果が上がるかとか、いろいろ実技の方も触れてますし、まあ、手技をワンランクアップさせるために内面も入ってますし、将来的なことというか実際に経営していくにあたってのことまで網羅しておりますので、ぜひねセラピストとしてやっていきたいとか、まあ、セラピストになったんだけれどもちょっとうまくいってないとかいう方はかなり参考になるところがあると思いますので、ぜひご覧ください。はい、はい、他では割と買っていただいたお客様の声であったのは、実技だけのハウツーはあるけれども、うん、どういう気持ちでだったりとか、どういう目的でとかいうところまで、こう教えてくれるものって今までなかったと、うん、なのですごく参考になりました、目から鱗でしたみたいなお声をいただきました。友松さんなんかにもこれ見ていただいたんですけど、そうすごくね面白いねと、見入っちゃうねっていう風に、知らない業界のことなんだけれども分かりやすくだし、あとこう私がすごくスラスラ喋ってるので驚いたっていうような、成長したんだねみたいな言ってもらったんですけど、一応私もこの道で10年やっておりますので、うん、10年以上、それだけの間にこういろいろ学んだこととか考えたこととか、蓄積してきたことをですね惜しみなく、どうやったら一番伝わりやすいだろうとか、面白く見てもらえるようにということを考えていろいろ工夫をしながら撮影しました、はい、結構気持ちのこもったいい DVD になってると思いますので、ぜひご興味のある方は、お買い求めくださいませ。よろしくお願いします。モンハさんのファンの方も結構、モンハさんもこう、はい、体を張ってというか、はい、結構モデルさんとしてね、はい、だいぶ出てますのでいいと思うんですね素直な感想だったりとか、うん、結構お肌も出てますのでその辺も見どころかなと思います。よろしくお願いします。はい、おかげさまですごく売れております。はい、よかったです。はい、評判も良くて、はい、売れてますので、ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい